はい、いつものオペラチャンネルをご覧の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。今回もですね、はい、私川久保の方と世田谷店長の松岡さんと一緒に、はい、991の GT3 そうです、ね、RS を来ました。はい、インプレッションさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、とその前にですね、はい、一つだけちょっとあの宣伝を一つやらせていただきたいんですけど、はい、これが多分公開されるのが3月末か4月頭なんですけど、はい、ちょうどその頃、ロペライオ青山店が、はい、オープンすることになりましてですね、はい、南青山の方にですね、3階建てのショールームがありますので、はい、一応簡単に告知をさせていただければなと思います、はい、皆様のおかげで、はいはい、新しい店舗を。そうですね、そうすると東京都内でショールームが、はいはい、まあ、世田谷と練馬と青山、そうですね、3店舗で、で埼玉の戸田の方には買取店と、埼玉ロペライオ埼玉と、はいはい、まあ、ショールームでいうと5つショールームがあって、はい、まあ、その他、ファクトリーの工場だとか、ね、メンテナンスの工場とかという形でありますので、はい、一応まあ首都圏を中心に今後も展開していきますので、はい、よろしくお願いいたします。私のですねツイッターの方でも随時青山店 の更新をしてますので、はい、ぜひご覧になってください、はいはい、じゃあ、戻りまして、はい、GT3RS ですね、来ました。はい、前回はそうそうそう入ってきて、はい、試乗機をやりたかったんですけど、もうわずかやる間もなくわずか1日2日で、はい、そうですね、売れてしまってこれくださいと、はい、これここに目の前に現車ありますけど、はい、すごい希少な車なんですね。そうです、本当に手に入らないです、この車は。そうですね、今日もポルシェセンターさんに、はい、伺ったところ、はい、まあ買えないと。買えない、まあ、だって新車で買えないもん、ね、そうです。一応新車としてのオーダーラインナップあるんですけど、はい、まあ、オーダーしても、まあ、買える可能性は少ないと。そうだよね、言われてしまいました。でこれはディーラー車、ディーラー車です。すごいですね、ディーラー車の割当てもね、なんか10台前後ぐらいしかないみたいな話も聞くし、 ね、すごいんですよ。で僕いいですよ、一番驚いたのは、はい、これ新車価格が2530万、はい、で今ちょっと売り値前後するかもしれないですけど、はい、売り値がね、まあ、4000万オーバーと、ね、なってます。プレミアです。はい、はい、すごいです。すごいです。1500万円ぐらいのプレミアがありますね。そうですね、まあオプションがちょこっとこれついているので、はい、まあ実際はね2530万で300万ぐらいオプションついてるんで、だいたい乗り出しても3000万弱ぐらいの新車プライスですけど、はいはい、まあそう、ね、プラス1000万ぐらいな感じになっちゃってますね。はい、でもそれぐらい希少な、うん、希少で手に入らない、そうです、ね、すごい車なんだよという、はいはい、そういうことです。うちがプレミア分儲けてるってわけじゃないですからね、はい、うちもそれなりに高い金額で買ってるんで、そういうことです。はい、ちょっと僕ね、はい、いろんな覚悟を決めて買ってるんで、はい、新車で買ってないですからね。そうです、中古で買って中古で売ってるんで、はい、でも新車で買った人はちょっとねお買い得だと思います。お買い得だったよね、かなりね。はい、はい、いい車かなと、はい、でこの色がね、はい、ラバーオレンジで、これ一応オプションカラーと、はい、で鍵も一応そうですね、はい、ボディと同色の鍵になってますね、ラバーオレンジ。でも今市場だとやっぱこのカラーが全部出てます。そうだよね、はい、やっぱり RS GT3 の RS だとこのカラーがメーカーとしても推してるお色なのかなと、はい、これエンジンスペックはどんな感じですか。これはあれです、水平対向の6気筒、はい、の4リッターの500馬力ですね、はい、500馬力って聞くとなんか今までさ、まあ、F12 は740とか、はい、まあ、普通にも500以上の車をやりまくってるんで、正直500馬力聞くとちょっとあれって思うんですけど、そこちょっとおかしいよね、はい、感覚がね。でも結局これって、まあ、ポルシェだとボディがやっぱ軽いですよ ね、 そうだよね。通常の彼らよりもさらに軽くなってますんで、これなのでそれでウェイトレシオで考えるとかなりスペック高いです。これは一応ロードゴーイングカーの中ではもう最強だよね。最強の NAA エンジンの車です。このままサーキット持ってってね、行きます、はい、走れちゃう車です、はい、あとエンブレムがなんか軽量化なのか分かんないけど、これはもう軽量化でシールです。シールになっちゃいますからね、はい、前回の997の GT3 の RS、はい、もうこういう感じになってますから。あ、そうだったっけ。なってます。へえ、あ、気にしてなかったかもしれない。ちなみにこれも一緒に、はい、つい最近997の GT3 の RS の4リッター、はいはい、結局同じ、はいはい、ほとんど同じエンジンなんですよ、はい、それも入ってきてすぐ売れちゃいましたけど、それもこういう感じで、まあ、エンジンは一緒です。4リッターの500馬力。なるほどね、はい、その後継でエンジン使ってるんで。スペック同じなんだ。一緒です。まあトルクも一緒で、でもちょっと改良加えてるみたいですけど、はいはい、後期型の RS4.0 のエンジン
と同じような使ってますね。なるほど、はい、すごいね。このまたねセンターロックのホイールがかっこよくて、そうですね、 RS というエンブレムもついて、でこれは通常のベース の GT3 は2020ですけど、はい、これ2021になってるんで、あー、はい、なるほど、はい、リアが21です。でカーボンブレーキがついてね。そうですね。でここがあれだね、 GT3 と RS の違いだね。そうです、ここはもうエアインテークが入って、まああとは違いは GT3 と違うのワイドボディです。これはなるほど、そうです、ターボ譲りのワイドボディになってです。あのこれはノンターボなんですけど、ワイドボディになってここからエアインテークで入って空気抜けるような形になってるんで、はい、そこは通常のもう GT3 と大きな違い。これリアウィングもなんかねこんな感じ、これめっちゃでかいっすよ ね。これカーボン製です。カーボン、カーボン。あの997の GT3 RS の時は、はい、並行車は車検取らないっていうのがあったんですよ。 これ大丈夫です。フェンダーから出ちゃってたんでリアウィングがだからあの車検取る時はなんかリアウィング外さなきゃいけないとかっていろいろあったんだけど、これ大丈夫だ、ね、これ大丈夫です、はい、まあ、純正なんで、これもいいね、かっこいいね。そうですね。これあのちょっとエンジンルーム見てみましょうか、はい。お、まあ、ほとんど見えない。すっきりしてるねやっぱ、はい、ここもやっぱりここカーボンに変わるんだね。そうですね。とにかくもう軽量化です。だからワイドボディとかアルミがでかくなってもさらに GT3 比でも10キロ軽くなってるんで、はい、エンジンスペックとか全部上がっても軽くなってると、まあ、軽さは伝わりますよ、はい。そしてちょっとフロントフードも見ましょうかね、はい。まあ、軽いっす、ボンネットも。軽い、あ、すごい、はい、軽い、これ軽いっす、本当に。わかるわ、軽いのが。もうボンネット、多分普通に片手で持てちゃうぐらい軽いんじゃないですかね、これ。で、ここにね、消火器が入ってますよと。はい。で、安心してくださいってことですね。そうですね。これいいね、このヘッドライトもこの黒いのがいいね。はい。で、ここも黒くて黒くてっていうか、スズメバチのような。でも車高はちょっとだけ上がってるんです。はい、え、GT3 と比べてちょっとだけ、はい、これはあの前と後ろ のホイールのバランスの、まあ、あ結果らしいんですけど、1センチだけかな、ちょっと上がってるんですよね。で内装これちょっとねすごいですよ、これシートベルトが。そうですね、これなんか6点式のシートベルトは、はい、これはまたプラスアルファみたいなんですよ ね。これはついてますけど、まあ、取れますよ。これはオプションだよね。オプションです。オプションでこれつけるってちゃんとサーキットとかね乗るために作ってるのに、はい、ね、1000キロで売っちゃうっていう。そうで、これはドア、ドアノブもこれですよ、 RS。 そうですね、専用のこれね、軽量化です。もう全部軽量化です。これバケットシートもカーボンです。カーボンのバケットシートでレザーになってるんだね。そうですね。で後ろのこのロールバーがねすごいね、これもぎっちり、はい、クラブスポーツパッケージは一応あの標準装備なんですよ、こういうロールバーとか。はい、あ、ここにはでもないんだね。ないんです。一応あのベースはサーキット専用じゃないんですよ、RS って。あ、はい、やっぱレーシングシュポルトと言われる、まああの公道を走るので、はい、なるほどね、もうサーキットも行けるよっていうところの最高峰なんで、はい、サーキット専用車とはちょっと違います。はい、分かりました、はい。これドアミラーは格納しないんだね。これしないです、はい。じゃあ松岡さんエンジンかけてもらっていいですかね、はい。ちょっとバケットシートなんでちょっとやっぱり座るの大変ですね。いきますね。いいね、太い音だね。これまだノーマル、これノーマルです。すごい。いい音するわ。じゃあスポーツエグゾースト入れます。はい、やっぱすごいね。これはすごいですよ本当に。いつも鼓膜が破れるうんぬんとか言ってるけど、はい、芯から来るねこの太い音と振動が。じゃあちょっとライトチェックも行きましょうかね、はい。ちょっと天気が良すぎてライトが見えるかどうか不安ですけど。じゃあスモールお願いします。これがね今ねスモールなんだろうね。はい、じゃあロービーム。
はい、いいね、ハイビーム、あー、おー、はいはい、ハザード、あー、いいですね。じゃあホーンお願いします。おー、なるほど、優しい。あのちゃんと本は戻ってくるね、これはね、はい、これまたちょっと作りが違って戻って、あ、そっかそっか、戻ってくる。じゃあ後ろ行きましょうかね。じゃあまずポジションお願いします。おお、かっこいい。はい、じゃあブレーキ、いいね。はい、ハザード、おお、かっこいい。はい、バック、あー、はいはい、バックフォグ、あ、バックフォグはね、サイドなんだね。バックフォグいいね。はい、 OK です。あとフロントリフティングがあるので、あ、リフティング、はい、じゃあリフティングもね、はい、お願いします。おお、これもあれだね、3センチぐらいだね。そうですね、結構勢いが上がってくれるね。あるとないだと多分だいぶ違うと、はい、で下げてください。おお、いいね、いいね、こんな感じです、ね、これ楽しみですね。はい、はい、じゃあ、今回は2016年モデルだったよね、はい、そうだよね、2016年モデルの GT3 RS を、はい、はい、インプレッションしますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。街乗り乗っててですね、うん、前回の GT3991 の時は、はい、PDK のミッションがすごいすごいっていう話をずっとしてたんですけど、はい、まあ、そこにはですね、もうあの悲しいことながら慣れてしまいましてですね。なるほど。スムーズなミッションは、ただ RS 乗ってすぐ感じたのは軽い、うん、これね、街乗りでも本当に分かります。あとは松岡さんがさっき言ってましたけど、そう、このシートがね、そうなんですよ、これちょっと後でまた写真撮りますけど、はい、これ今一番低い状態だけど電動で、そうなんですよ、チルトが、座高が調整できて、座高がね、このくらいまで、そうそうそう、結構あるんで、女性の方もね、そうですね、今までね、バゲットシートって、うん、あの前後はできたけど、ね、上下ができなくて、うん、すごい困ったじゃないですか、うんうん、ね、あの僕みたいにね、座高高きゃいいですけどね、うんうん、もっと足長い人いっぱいいるから。そういう人はね、なんか低いなーなんて思ってますけど、これは調整できるんで、身長がちょっと低い方とか女性の方でも楽々と乗れますよね。すごいですね、これは、ね、このカーボンに変わって、そうですね、 GT3 はね、ここにラインが入るんですよ、黒い、うん、その GT3 じゃなくて彼らは入らないんで、このライン、そうですね、一応これ RS のロゴここ入ってますからね、はい、で PDK スポーツにサスペンションがあって、 PSM ですね。でこれがね、はい、ピットスピードっていうのが追加になって、これはあのピット入った時の速度制限のボタンですね。サーキットとかでピットインした時の、はい、あとなんかね、走行中にプラスとマイナス同時にニュートラルに入るということで、うん、ちょっと押してみましょうか。おお、はお、あ、抜ける感じ、あ、瞬間抜ける感じなんだ。なるほど、シフト抜くんですね。ほらほらほら、これでもあれだよね、なんかクラッチがちょっと危なそうです ね、はい、あんまり高付加価値いくと、それでもあれじゃないですかね、さっきのあのローンチスタートみたいなのやるときじゃないですかね。あ、はい、そのまま抜いてガーンって入れるっていう、うん、はい、うーん、スタートダッシュするときとか、でもなんか走ってないとできないんじゃない？あ、そういうことじゃない？ほら、抜けた抜けた抜けた。あ、でも本当そうなのかもしれないね。はい、ちょっとこれニュートラル、これ同時に押しながらアクセル踏むと、ほら抜けてる。ほら。で、パッと離すとパーンっていくと。そうそうそう。だからローンチですよ。やってみたいね、これ。やってみたい。いやー、でも商品だからやめましょう。メーカーのホームページでも、まあレーシーさんの方が、サーキットで走るときにローンチスタートを試すってやってましたけど、多分やり方的にはそれと同じじゃないですかね。あのフェラーリとかみたいにローンチボタンは多分ないので、うんうん、はい、ですね。じゃあこれもカットして、そうですね、トラクションカットして、これ
そうです。全部カットして。あ、これは今カットできないな。できてます。で、これ もう入れちゃって。そうです。やばいね。これやったらもうやばいですよ、これ。多分僕たちの、そうだよね。操作スキルだと。素人レベルじゃん。はい。事故ります。これやんないで、ああ、このスタートやってみたい。で、GT3 と、まあ、比較して変えられてるところというと、まあ、もちろん排気量もそうなんですけど、スタビライザー変更されたりとか、あとリアのサスペンションがちょっと締められたりとかしてまして、あとはウィングとかつくことによって、ダウンフォースがもう3倍ぐらい違うみたいで、やっぱり下へのこう、なんですかね、吸い付き感というか、路面の吸い付き感は全く別物になってますね。高速域の話ですけどね、はい、通常街乗りだとそんなに大きくわからないらしいんですけど、あ、そうだ、あとはパワステのそこのセッティングも RS 用に変えられてるとのことです、はい。あ、ここはまあ街乗りはよくわかんないね。あのハンドリングもどっちかというとサーキット用にセッティングというよりは、うん、お話しましたけど街乗りにも適した、うん、ハンドリング設定にしてるらしいので、ケイマンの GT4 とかみたいな、もう本当にクイックなものではなくて、ちょっとそこは街乗り用にもセッティングしてるみたいですね。あ、そうだ、あと後ろの、はい、リアのガラスじゃないんですよこれ、うん、はい、これは樹脂製に変わってまして、はい、軽量化だ、軽量化なんですよ。で、さっき触ったんですけど、やっぱり柔らかいですよね、はい、ガラスじゃないので。ということは室内保管じゃないと危ないってことだね、うん、ちょっと危なそうですね。思いっきり多分成人の男性がパンチしたら割れちゃうかもしれないですね、はい。だから室内保管か、もしくはまあ外でもやっぱりカバーかぶせとくとかしないとちょっと危なそうですよね。はい、でも樹脂だからって別に見えなくないですよね、うん、で後ろの、リアの視界は逆に広くしたらしいんですよね。はい、まあでもロールバーがあるからか、まあ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 本当に見えるのはこのくらいです。でもこの前乗ったアベンタとかに比べたら全然、確かに。あとあれですかね、リアウィング邪魔っすか。あ、いや気にならないね。気にならないですか、うん。じゃあいよいよ高速手前になってまいりましたので、はい、またよろしいですかね。 PDK スポーツ、 スポーツ、はい、で PSM オン、そしてスポーツエグゾーストオン、で車高も上げちゃってとか言って、いやおかしい。いや、でもマニュアルでいいですかね。マニュアルモード入りまして、じゃあね、ちょっとだけ踏ませていただきますからね。おー、すごい。うわ、来るね。これシフトチェンジは電光石火って書いてました。確かに。はい。これすごい、シフトのつなぎが本当に電光石火です、これ。いやー、で、これトランスミッションは7速のデュアルクラッチトランスミッションなんですよ、はい、まあ通常の GT3 とかと一緒で、うん、ですが RS だけは最後の、7速のところ、うん、と6速の間は通常の GT3 も縮めてる、縮まってるって書いてましたね。へー、はい、さらにクイックになってるみたいですね。うわー、早い。加速してる時に思
まず自分で息止めちゃったもん。ちょっと僕もなんか息止まりました。なんかちょっと怖かった今。でも今日ウェッティじゃないからね。ウェッティじゃないですけど、48みたいにはね、ちょっとなんか一瞬行っちゃうんじゃないかと。三半規管を、うん、僕三半規管がすごい弱いんですよ。はい、コーヒーカップとか乗るとすぐおえつを催すんですけど、今加速時に三半規管を刺激されました。ちょっと今一瞬なんか別のものがなんか上がっていく。ちょっとドアも少し開けちゃっていいですかね。はい、枕をもう。今三半規管本当にやられました。刺激されました。うわーすごいねこれ。メーターが。おー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 。早い。あー早い。これは大丈夫。危ないです。早いね、これでもね。運転してると大丈夫なんですけど、助手席だとやっぱり自分の意思と違うところで車が動くんで、結構ですね、三半規管刺激されちゃうんですよ。これでもですね、はい、多分サーキットとかコーナー攻めないと多分わからないと思うんだけど、はい、この加速した感じだとかっていうのは、はい、普通の GT3 とそんなに変わらないです。ただやっぱり軽量化されてる分、うん、はい、なんかちょっとのこの段差で、うん、なんか浮いてる時間が長いような気もしなくもない。なるほど。 PDK も出たのがちょうど2009年ですよね、はい、で今もう2016年なんで、うん、もう7年間 PDK できてからですけど、最初の頃に比べてもなんか圧倒的にスムーズになってますよね。これはマニュアルトランスミッションよりはやっぱり速いですよね。速いね、はい、じゃあまた行っちゃいますよね、5000回、はい、低くないんですけど、ちょっと体調が。まあ確かにね、松岡さんが言う通り、助手席はやっぱ自分でコントロールできない分、結構、ちょっとね、しかもこうなんですか、バケットシートでもうホールドされちゃってるじゃないですか。うん、助手席はね、足がこうつかないとちょっと怖いね、ここに。なんかジェットコースターでこう。うん、ホールドされてる感じと似てるとこありますよね、うん、あるね、はい、どうですか街乗り。いや街乗りはさほど通常の GT3 とか、まあ、他の彼らも含めてですけど、あんまり違和感がないように思います。うん、はい、サスペンションも何ですかね、こうバウンドするぐらいの硬さはないですし、はいはい、でリアの、まあ、後方視界もそうですね、狭くはないですね。リアウィングがちょっと大きいですけど、うん、なので、まあ、普通
乗りやっぱ足硬いのを感じるね、うん、ノーマルモードで、まあ、通常の多分彼らとかで PSM をオンにしたような感じぐらいですよね、うん、もうちょっと硬い、はい、もうちょっと硬いですか。結構来るよこれ、でもちょっとじゃあ PSM 街乗りずつ PSM 入れてみましょうか、はい、あこれは硬いですね、ゴツゴツくるね。確かに。いいね。やっぱハンドリングなんか気持ちよさそうだね。思ったように動きますね。足も。うん、本当に。最高時速はちょっと GT3 よりもこれ310キロかな。はい、GT3 は315まで行ってるらしいんですけど。はい、まあ。リアウィングとかあとはオイルとかのせいでそうなっちゃってるらしいんですけど、でも0-100で言うと RS は 3.3 秒で通常の GT3 は 3.5 秒なんで 0.2 秒短縮されてますね。あとはそういうコースのタイムで言うと5秒ぐらいは縮めてるらしいですね、はい、これはマニュアルモードを解除してます、はい、ちょっとブレーキ試します、はい、おお。あ、ブレーキで減速してくれるんだね。そうですね、これブレーキして速度が落ちると勝手にシフトがスカッと落ちますね。一回ここからブレーキングしますよ。うわ、すごい。今ブレーキングして6速だったのが一気に3まで落ちました。全然本当にスピードのタイミングに、おー、これはこれは頭がいいですね。日本の高速道路でブレーキ踏むことってそんなにないないですね。サーキットでのコーナーなんかはいいんだろうですよね。ちょっとパドルの位置どうですか？なんか僕指が短いのかちょっと遠い気がするんですよね。あ、でもそれは458とかウラカンとかアベンダとかマセに比べれば、はい、遠くて小さいかもしれないけど、ね、まあでもだってポルチェのねパドルってそんなもんだから、そもそもやっぱりポルシェにパドルがついてくれただけでも嬉しい、はい、まあここでしたからね、うん、なんかちょっと遠いかなって。僕結構ハンドルこう握るタイプなんで、うん、こう握って指だともうここの指の腹ぐらいでしか押せないんですよね、うん、はい、991の GT3RS ですね、はい、無事に帰ってこれまして、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ、総評の前に、はい、ちょっとですね、はい、ご説明をしたいポイントが載って分かりましたので、はい、ちょっと松岡さんの方で、はいはい、タイヤのサイズ、そうですね、まずタイヤのサイズ、はい、タイヤのサイズもシートのやりますか、はい、シートの先ほど、乗ってすぐに分かったんですけど、座高の上げ下げがバケットシートなのにできると、これはかなりいいですよね。今までバケットシートなかったよね、はい、これはこれなので、まあ、女性の方とかちょっと低い方とかでも楽にお乗りになられるかなと思います、うんうん、はいはい、あとはせっかくこういう車なのでタイヤのサイズを、そうですね、はい、一応タイヤはもう専用設計のパイロットスポーツカップ2と、あとはオプションでダンロップのタイヤもあるらしいんですけど、うん、フロントは26535-20ですね、はい、でリアはさらにゴム太になりますけども、23530-21、ちょっと下からごめんなさい、間違えた、325でございます。325-30-21、はい、すごいねタイヤが。もうちょっとカメラ多分後ろから見ると、後ろから見るとですね、こんなんですねタイヤが。
トラックですよねこれ。ね。これはすごい太いですよね。325ですよ。はい、じゃあ、総評の方松岡さんから、はい、はい、お願いします。まず乗ってみて、最初助手席乗った時に言ったんですけど、やっぱ助手席で乗ると乗りづらいですね。ので、ちょっと助手席乗る車ではないかなというふうに思いました。で、運転席乗って思ったのは、まあ、運転席乗ってみるとすごくやっぱバケットシートもしっかりサポートしてくれますし、乗りやすい、あの運転はしやすい車ですね。で、決してやっぱり乗り心地重視っていう車じゃないので、足も硬いですし、まあ、ポルシェ的にはロードゴーイングカーとして作ってはいますけど、街乗りで乗るっていうよりはやっぱり高速走行とかサーキット走行とかそういうところを乗るべき車かなと思いましたんで、正直、まあ、個人的には街乗りには適さないかなというふうに思いました。最近カブリオレですけどカレラ S やりましたけど、やっぱりカレラ S の方が街乗りとしてはフィットしてるかなっていうふうに思いましたね。でもやっぱり軽さはすごく軽いなって感じたので、思ったように運転ができるっていうのはすごく楽しかったですし、あとは PDK のなんですか、それ、まあ、電光石火って言ってましたけど、つながりもすごく良くてレスポンスもすごくいいので、車を操ってる感は本当にマニュアルトランスミッションに劣らないぐらいの、操作性とか、あとは、まあ、操ってる感が持てたので、まあ、楽しい車であることは間違いないなというふうに思いました。で、まあ、費用対効果で見ると今現時点だとプレミア価格ついちゃってるんで、そうですね、まあちょっとどうかなっていうのはありますけども、まあ持ってて値崩れする車じゃないですし、今後ね、またまたプレミアがついて高くなってくる可能性もあるので、まあね、変動はするけど崩れる車ではないね。ないですね。もともと絶対数が少ないですし、欲しくても買えない車なので RS に関しては、だからやっぱり1台持ってて、まあ、取っといてもいいですし、まあそういう時にね、必要な時に乗ってもらうとかでもいいですし、まあ、所有されてて、もう満足得られる車かなと思いました。はい、その欲しくても買えないっていう言葉の裏には、ね、お金があっても買えないという、うん、そういう車なんで、はい、今はたまたま在庫にありますけど、そうですね、これ売れちゃったらまた次探すのも多分 ね、 そうですよね、本当にタイミング次第になってくるっていう、そういう希少な車なんで、今はちょうどデリバリーが始まってて、まあ、日本でもオーダーした方が、まあ、順番にオーダーかかってて、で多分新車よりもちょっと高く売れるからということで売られてることがほとんどだと思うんですけど、やっぱりどうしても買うっていうことであればタイミング的には今ですよ ね、 そうだね、はい、まず絶対数ないですからね、売る方がいない限りは中古に出てこないん で、 そうです、はい、なので新車でもね、最初話しましたけど買えない車ではありますから、まあ、かなりレア希少度は高い車なんですごくいいかなと思いました。はいはい、じゃあ評価点の方は、評価点ですか、はい、5点満点の中で、そうですね、はい、ポルシェは好きなんですけど、でも費用対効果を考えると4点5点。おお、あれこの間のカレラ S カプリが5点満点だったよね。あれはやっぱり費用対効果もありますし、バランスがね、バランスですね、やっぱり楽しい車だけども今4000ですから ね、 なるほどね、そう考えると通常のカレラだと4台買えますからね。あ、確かに、うん、そう考えるとまあお客さんの目線で見ると、まあね、そこはまあ金額上がれば上がるほど、うん、評価する方もやっぱちょっと厳しくはなるよね。そうですよね、だからフェラーリとかでね、スペチアレとかそういうのもやっぱり狙えるぐらいのところじゃないですか、うん、そう考えると、まあ、まあ、なるほどね、 4.5 点ということで、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私はですね、まあ以前に991の GT3 やりましたし、997の GT3 もやりましたし、でまあ、今日、まあ、991の GT3 の RS やったわけですけど、走ったその加速感だとか速さに関しては正直、まあ、GT3 と GT3RS あんま変わんないです。ただ軽量化してて、なおかつなんかそのボディバランスというか、走っててやっぱり安心感というのはやっぱりポルシェある車だったんで、飛ばしてもそんなに怖くなかったです。で、
ただ僕も乗ってアクセルをバーッと踏みながら、まあ、ベタ踏みできる車なんですけど、最近の車でやっぱベタ踏みできないとか滑ったりするとかっていうちょっと怖くて踏めなかったっていうインプレッションをしたことあるんですけど、やっぱりそういう作りにあえてしてないところがやっぱポルシェの良さでもあるのかなというふうに思いました。なんかちょっと正統派なのかなと、なんかあのバランスがやっぱりいいんですよ、走る曲がる止まるにおいても、うん、直線番長っていう車でもないので。そうですね、はい、そこがやっぱり評価すべき点なのかなと思います。であとは当然まあ RS でこのようなバケットシートになってるんで、もう後ろじゃなくて助手席はですね本当辛いっす。眠れないし腰痛いし首痛いしいつも寝てるから今日寝れないっつっていや本当にね辛いです。だから携帯をね、あの例えば彼女さんが乗りましたとかいう時も、うん、携帯見ててもなんかね酔っちゃう感じがしますよ。そうですね。で松岡さんも、ね、途中で言ってましたけど気持ちよくなったって言ってましたけど、なんかね助手席はなんかそれが分かる気がします、うんうん、だからまあそういった面で言うとやっぱ街乗りは適してないです、はい、街乗りでやっぱりメインで使いたいんでしたら RS じゃなくてその991の GT3 乗った方が僕はおすすめです ね。スポーツシートぐらいで十分ですよね、はいはい、スポーツシートで全然そんなに苦じゃないんで、うん、ただの GT3 の方は。そうですね、こっちはやっぱねさっきと行きましょうっていう、うん、もっと高速のとこですよね、うん、がっちりとホールドして。そうだね、はい、はい、であとはRS って、うん、車内でも話してましたけど991、997、993、964、993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 、RS シリーズは本当にねリセールがそうです、ね、もうどのモデルもいいんで。だって最近でいうと993のね RS ももうねとんでもない値段ですよ、まあ、すごくね極上の車高いですよ今だって。そうですね、極上の車、はい、いただきましたけど、はい、確かにまあ、はい、今だからっていうのもまあなきにしもあらずではありますけど、はい、やっぱ持っててそんなに損はない車なんで、うん、ね、まあ、投資目的で買っていただいてもいいと思いますし、で、ね、で今回みたいにすぐ売却いただくのはうちにとっては嬉しいですけど、うん、オーナーさんはずっと長く乗っていてもう本当にいいお買い物の、まあ、資産になると思うの で、 そ う、 で、ね、はい、そういった意味でもありかなというふうに思います、はい、で私はですね点数で 4.75、 あ結構いいですね、はい、まあそうですね、やっぱり完成度は高いです。まあ確かに、はい、で乗り心地が悪いだとかっていうのはこれはまあ RS 乗ってるんで当たり前のことなんで、はい、そうですね、これもしょうがないですけど、はい、やっぱりトータルなんだろう、不安感がないというか、うん、走ってて後ろが滑っちゃうとかっていうそういう車じゃなかったのが、はい、バランスが良かったのがやっぱ 4.75 っていうね点数をつけさせていただきましたので、はい、ちょっと生意気なこと言いましたけどすいません、はいはい、じゃあとりあえず、はい、今日はですね2016年モデルのポルシェ 991RS でしたね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。